こんにちは、こんばんは。ワンピース海賊無双4、早速、トレジャーログやっていきたいと思います。富、名声、力、この世のすべてを手に入れた海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。夢を追う者、力を求める者、そして平和を願う者、それぞれの思惑が渦巻く世界で人は挑み戦い続ける。いくつもの冒険と可能性で満ちたこの海の果てに一体何が待ち受けているのか。世はまさに大海賊時代。おのおのが目指すその先でまた一つ新たな冒険が始まろうとしていた。そうですね、ニコロビンちゃんでね、綺麗ですね。ニコロビンちゃんで、このステージ S 評価をね狙っていきましょうか。撃破数と時間ですね。撃破数はね、1000、どうなんですかね、ステージによって違いますけど、1200ぐらいから1500、600ぐらいの時ありますよね。500ぐらいかな、400ぐらいかな。結構あのステージによって撃破数違くて、でクリアタイムは結構10分から11分、12分以内ぐらいかな、12分以内ぐらいから、まあ、10分以内ぐらいのステージが多いですね。だいたいそれをめどにやっていく感じでしょうね。とりあえずこのエリアを制圧かな。フランキーをぶっ倒せ、フランキーぶっ倒しましょう。結構ニコロビンはですね、そうですね、で丸ボタンの移動を軸に、あとは四角ボタンですね。四角ボタンのチャージコイン、チャージコインっていうより四角ボタン連打の方がいいかな。結構範囲が広いんでね、広範囲で敵をまとめて、丸ボタンを押して敵をかき集めて四角ボタンで、大量に撃破する。結構撃破数稼ぐのに向いてますね、ニコロビンは。で、フランキー、まあこういうタイマー勝負はね、ちょっとね、接近戦が苦手ですね。接近戦は苦手だけど、離れたところから、ちょっとだけ離れたところからね、攻撃するのはありかな。あと相手をなんだあれ、メロメロにするんだから気絶状態にするね、特殊技ありますんで、それが決まると、めちゃめちゃ簡単ですね。それが決まった時に、白ゲージをね、削って、一気に必殺技で叩き込むと。それが結構有効的じゃないですかね。ダッシュだね。移動がもともと早いんで、丸使わなくても、移動が簡単ですね。詳しくですね、ニコロビン。全く。ちょっとね、ピカピカしないちょっとだけ距離を空けて。特殊技は強い。総力ですよ。広範囲で。ごめんなさい、楽しくてついいつもより力が入ってしまったな。やったタイマー戦でね、接近されないようにする。あ、フランキーゲッフピーかみたいなタイプちょっと苦手じゃない。ニコロビンセクシーな巨大生足攻撃倒して、こいつよく見たら、あの、ロビー姉はあちしの千倍特許だって言えよ。このモード出ますね。お前も化けられるのか。どっちの能力が上か試してやろうじゃないか。プレイヤーブキャラじゃないやつもね出てきますね。そう、
あのストーリーモードの敵がランダムで各ステージに出現する感じですね。ここまで見てた。あ、固まった。やばい。さっ、はい、オッケー、やりました。フルーツでしたで、ね、次はどこへ行くんだ。あれは海外の剣士でござるな。和の国の侍とどちらが強いのだ。ミスター、この新エモンがお答えいたそうだ。ミスター2、侍の剣士、国とご覧あれ。共にブリュレね。ブリュレが総大将か。ブリュレもね、本当の姿じゃないけど、ブリュレの場合もルフィまんまですからね。一部技が違うだけで。あ、ゾロか。ゾロ倒して。上手を倒して、どうね。どう決戦ですね。意外とね、こう丸ボタンに近づいて四角ボタン連打で小細なチャージ攻撃に出すより、四角ボタンで細かく削っていった方がいいですね。またもうね、必殺技で四角に必殺技を当てると。オッケー、やりました。あとはエースね。厳しいな。ガード切り崩してオッケー。問題はね、あとは撃破数と時間ですね。結構その調節がね、夢中になっちゃうぞ。撃破数でね、夢中になっちゃうと時間かかっちゃいますし。ウィン、やりました。はい、 SSS というわけでナイスバディだね。ニコロビンちゃんプレイ、ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。